はい、どうも皆さん、こんにちは。新着のところに載っている、先日行われたクラクラ公式さんとの対談動画が、こちら新着に載っていて、たくさんの人に見られていると思うと、もう興奮して興奮して、興奮が止まりません。クラクラチャンネルのー、ケースケ実験のー、ケースケです。ボーン！ということで、いやいやね、皆さんこちらの完結編ご覧になられましたかね？ぜひともね、私、ケイスケの、恥ずかしい姿が映っておりますんでね、ぜひともご覧ください。で、今日はね、何をお送りするかと言いますと、意外とね、新着のところに来てもね、あんまり全然見ないよっていう人、いると思いますんでね、ちょっとね、お知らせしたいんですけども、はい、こちらですね。はい、新しくニュース、ってやってきたんですけども、フェアプレイの、推奨ですね。あ、奨励ですね。奨励、こちらのね、お知らせが来ました。なのでね、今回はこちらのフェアプレイ、どういった内容なのか、まあもうアプリを開いてね、普通に見ればいいだけなんですけれども、まあね、全然気づいてない、見てないっていう人もいると思いますんで、今回はですね、こちらをちょっと覗いていきます。さあ、ということで見ていきましょう。ね、過去にもね、クラッシュオブクラン、スーパーセルはね、チート対策とかね、あとはね、購入枠のバンとかも最近あったのかなとか、まあ、やったりとか、あと VPN か。VPN の使用もね、結構ね、バン対象になったりするらしいんで、ね、そういったね、あれはね、あんまりね、利用しない方がおすすめです。で、今回はね、何のフェアプレイの推奨かと、奨励かと言いますと、はい、こちら。フェアプレイの、奨励。すべてのプレイヤーの皆様が公平にゲームをお楽しみいただける環境をお届けするために、弊社ではフェアプレイへの取り組みを強化いたします。ボットの使用はスーパーセルの、利用規約に対する違反であり、確認されたアカウントは、ね、しかるべき処分の対象となると。で、弊社ではこれまで、ボットを使用して不公平な利益を得ているゲームアカウントを特定できるよう、自動検出システムの開発に力を注いでまいりました。っていうことなので、ボットを使用しているプレイヤーをね、自動的に検出できるシステム作っちゃったらしいんですよ。で、ボットってどういうことかっていうと、例えばですね、もうプレイヤーがインしなくても勝手に資源を回収してくれたりとか、ユニット作ってくれたりとか、あとはね、あとは普通に攻撃資源狩りもするのかな？なんかそういったボットでね、プレイヤーが全然やんなくても、勝手にね、そのソフト、ボットがね、ゲームを遊んでてくれて、で、ね、村を育ててくれるっていう、そういったね、仕様が、仕様っていうかボットがあったんですよ。で、やっぱりそういったことってズルじゃないですか。違反行為に値するわけですよ。それはさすがにダメだろっていうことで、今回ですね、スーパーセルはですね、こちらのボットの、自動研修システム、こちらをね、開発して、で、赤バンさせるよっていうね、発表いたしました。で、はい、下の方ですね。その新システムがいよいよ実装に向けてテスト段階に入っています。これは警告です。数週間の猶予期間が終了した後、ボットの使用が確認されたアカウントには無期限の利用停止処分が課されますっていう、そういった発表があります。なのでね、ボットを使用してて、ボットを使用してる人って全然インしないのかな？ひょっとしたらさ、この新着見逃してるっていう可能性ありますよね。なのでね、結構ね、赤バンされるプレイヤー世界中で結構出てくるっていう可能性が、出てきましたよね。はい、なのでね、ボットを利用してる方はですね、直ちにもうボットはね、使用しないで、でね、普通にですね、規則正しく、遊ぶことをお勧めいたします。ということでね、新しく、新しいね、フェアプレイの奨励が入ったわけなんですけども、ちょっと久しぶりね、ケースケ実況機からクラクラチャンネルつべるふに戻ってきたんで、何個かちょっと前回リプレイの方を見ていきましょうか。ちょっと上から順番に見ていきましょうか。いやいやいや、なのでね、お、これはバルキリー5体入ってるんで、どこに出していくのか、ちょっと見どころですね。いやー、でもね、やっぱりね、フェアプレイの、奨励はね、本当にね、結構ね、もうここ数年、ちょっと数年前あたりからね、結構強化されて、一時期ね、本当にね、チート蔓延してた時期、あったんですよね。本当なんで公式さん対策しないんだろうかっていうぐらいね、俺が始めた頃、2014年、15年とか、全然ありましたからね。なんか一回、なんか攻撃した村は、普通に、攻め、あ、すげえ、ヘイストボーラー。ヘイストボーラーで加速させていって、で、クエイコ一発落としていって、で、施設にダメージを与えていって、で、こう、進行を助ける的な、そんな感じなんですかね。うわ、すごい、ミンオークさん。すごい、新しい。ヘイストボーラーっていうテクニック。あ、で、出てきました。バルキリー5体。これで、アイスゴーレムターゲット取ることによって、ギガテスラと、あとは、ババキンの処理も兼ねてるんですかね。いや、ただちょっと若干苦しそうですね。やっぱり HP が高いんで、処理しきれないと。
で、なので仕方なくですね、ここからホグライダーを継ぎ足していって破壊させていくっていう、そういう流れに切り替えていきましたね。いやー、なのでね、そうそうそう、話戻るんですけど、やっぱりね、数年前、自分が、クラクラ始めた、2014年頃か、あの、タウンホール10とか11って、ほんと難易度が高くて、あの、マルチインフィールドタワー、マルチインフィールドじゃない、インフィールドタワーも、ヒールこれかけてるじゃないですか。これ、マルチインフィールド、インフィールドタワーか、インフィールドタワーから、攻撃を受けてると回復しないって仕様だったぞ。なのでめちゃくちゃ難易度が高くて、でやっぱり全開取りたいんで、そのね、あの何回も練習できるチートっていうのが流行っていて、でそのチート行為でね、あの全開を取るっていうのが、蔓延してたんですよ。でバセルさんがね、全然対策しなかったんですけど、何年頃だったか、2016年あたりだったかな、結構もうほんとね最近な感じにね、あの、しっかりとね、対策してくれるようになって、で、今回はさらにですね、こういう風に、ボットですね、あの、に対しての、対策もね、入れていったということなんで、もう年々ですね、あの、本当に、結構厳しくなっていて、まあ、逆にもう、いいことではありますよね。あとは今年だったら、クランリーグで談合っていうのが流行ってたんですよ。チャンピオン1とか2あたりで談合してって、で、お互いね、星の数ですね。めちゃくちゃね、全開取らせたりとかっていう、談合とかが、流行っていて、で、それも取り締まられたりとかしていたんで、結構本当にスーパーセルさんはそういったね、ズルな行為に対してね、どん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 厳しくなっているなっていう、そういう印象を受けますよね。まあ、それがね、普通の行為ですかね。だってさ、法律、ね、例えばよ、俺がさ、法律でさ、じゃあ、女性の家に侵入しまくってると、侵入しまくってんのに全然、捕まらないみたいな、そういうことですからね。そういうね、女性の家に、ね、侵入しまくっているケースを、こう取り締まってくれてるみたいな、そういうことなんで、なので、非常にね、もうスパセル、もうよくやったと。よくやったと、スパセルと。ね、ほんと思いますよね。さあ、続いて見ていきましょう。お、クエイク4初編成ですね。もうね、最近ね、やっぱり広めの配置に対してはね、この編成ね、以前動画でも言ったんですけれども、非常にめちゃくちゃ刺さるんですよね。なんでかっていうと、クエイク4発って結構呪文枠4枠も使うんで、レイジもね、ふんだんに使えないじゃないですか。なんですけれども、広い配置だと火力が薄いんで、レイジ使わなきゃいけないっていう場面がそこまで多くはないんですよね。なのでこのね、クエイクの食い火の粘性がね、流行ったりとかしていて、で、あとはね、ジャンプとは違って時間切れがないっていうのと、あとは広いんで、ドカッとこういう風に開けてくれるんですよ。以前のね、この間のアップデートでね、強くなったおかげで幅広く開けていってくれる。で、この編成はね、アチャクにめちゃくちゃ仕事をさせていって、ラバルのルートを短くすることによって、こう回っていくラバルのルートをね、短くしていくっていう、そういう役割もありますからね。さあ、なのでね、こっからね、まぁ、あ、ちょっと、広めの配置とはいえ、クロスボウアーチャータワー攻撃受けてんだけど、もうこのクロスボウを壊しちゃえば、もう DPS 完全に薄くなっちゃうんで、全然怖いものはないですよね。はい。なので、こういう風にレイジを使わなくてもしっかりと回っていくと。あとでマルチインフィから日本から攻撃受けてたんで、今ね、使っていきましたが、こっからね、しっかりと、ウィズ島とかね、インフィニタワーとかクロスボウとか、怖い説削っていて、だいぶ、はい、ご覧ください。このようにめちゃくちゃ削っていってくれております。なので、もうヘイスト2発しかないんですけど、ヘイスト2発で回っていけるんですよね。これがこの編成の強いところ。なので、そろそろソロパート。まだ始めない?あ、まだ始めないですね。あ、始めていきました。ここですね。はい、ラバル。結構ラバハンドで遠めに出していって、からのバルーンですね。打っていっていて、アチャクイがここからどうなる?ここから外周回っていって、で、外周の、この施設、壊してくれますよね。そうすると最終地点はもう、ここら辺ですよ。ここら辺になってるね、ルートが。もう一直線に、あとはラバルをね、回していくだけっていう、そんな形になるんでね。なのでね、この編成はね、めちゃくちゃね、今後ね、さらに増えてくると思います。いや、だから対策は必須ですよね。ただね、密集させてしまうと、ライトニングドラゴン系の編成とか、あとはボーラー系の編成に弱くなってしまうんで、まあ、何かを対策するとね、何かの戦術に弱くなってしまうっていうのがね、このやっぱりクラッシュオブクランのいいところではありますよね。はい、なのでね、ここからどう?ここにヘイスト一発は、もう2発使ってるのか。で、もうここから、呪文使わずに回っていく感じ。ロックボマーがやっぱり強いか。ロックボマーが強くて、はい、さっき言ったようにね、もう対空砲とか削ってくれたんで、こう一直線に渡っていくような、そんなイメージでもありましたよね。なんで、こっから、さあ、ウォーデンが、こっから射程を生かしていって、イービーを追っていっての回収ですね。ガッツさん、ナイス全開です。いや、ほんでタウンホール中に、いろんな戦術が出てきて、楽しいですね。ほんと、昔のタウンホール10以上の、
編成の幅と比べていろんな編成が出てきて面白い。あ、高橋さんも、クイヒのクエイクですね。これバッコン編成と呼ばれておりまして、クエイクでバコーンと開けていくからバッコン編成とも言われたりとか、言われたり言われてなかったりとかしますが、さあ今回は、ここに対してクエイク。で、4発落とすとほぼほぼ HP 半分ぐらい削っていくんで、アチャクイの進行速度がめちゃくちゃね、速くなる。これがやっぱりクエイクのいいところですよね。で、しかもここを開けることによって、あれですね。これはマルチインフィ2本は狙えない、ないけど、こことか、こことか、折ることができるんで、ラブのルートがね、短くなりますね。で、ポイズン落としてからのレイジでしっかりと、あ、どの、援軍ですね、を処理していって、で、あとはですね、アチャクイ処理、ギガテツラ処理も見込めます。で、この時点で残り時間、1分30秒切っている、ものすごい早い全開ですね、そう考えると。めちゃくちゃ早い。で、あー、来ました。ロックボマーを出していって、アーチャータワーカットしていきつつ、ラバルのルートを作っていくイメージですね。で、そろそろやばいに、クロークはどう使っていって、ただイーグル砲が怖い。イーグル砲のダメージがドカンと入っていくが、そうだ、どうだ。クイヒは、アチャクイはトルネートラップでムーンウォークをしているんだけど、ただただこっからしっかりと回っていく。で、あとはヘイスト一発のレイジ一発。で、結構な飛距離なんですけれども、これ足りるんだ。で、レイジも使っていって、火力補強していって。さあ、もう残りヘイスト一発ですよ。ただ、あ、なるほど、アチャクイがこっから壁を自力でこじ開けていくんで、ラストのマルチインフィを折ってくれますね、これ。折ってくれる流れになるんで、バルーンたちがこっから生き残っていって、さあ、ライフオーラにも、しっかりとバルーンたちが入っていって、そして HP も増強させていくので、で、最後のヘイストを打っていって、これは前回うまいですね。さすがリーダー、高橋さん。うまかった。いや、この編成、これからね、今後どんどん流行ると思いますんで、タウンホール12とかね、あとは11の皆さんもね、よろしければやってみてください。10とか9でも、やってる人いますかね。9はね、昔よく見かけたんですけどもね、最近はあんまり見かけなかったんで、どうなんでしょう、クエイク使ってね、前回ね、クイ、こういうクイヒのクエイクのラバルやってるよってタウンホールの9の方いました。ぜひともコメント、お願いいたします。はい、ということで、最後エリクサータンクを壊していって、全開ですね。はい。なのでね、今回はですね、新着のところでももう知っている人いると思います。スーパーセル公式さんからですね、フェアプレイの奨励が入りました。ボットを使うと赤番の可能性があるんでね、使用は控えてくださいっていうお知らせの動画をお送りしていきました。なのでね、ボットをね、使用しているプレイヤーの皆さん、ぜひともね、やめないと赤番されてしまうんで、お気をつけください。で、これからもね、毎日クラクラ動画投稿していきますんで、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひとも登録、お願いいたします。で、この動画面白かったためになったなって思ったらグッドボタンやコメント。で、最後におすすめ動画も貼っておきますんで、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画で。